さあということで、はい、来ました駒沢球場。はい、ね、めっちゃいい球場ですね、ここ。そう、めっちゃいい球場。俺大学の時よく使ってた、ここ。そうなんですか。うん、あと収録とかでも来る。へえ、あの更衣室とかトイレとかほんと綺麗で。そうそう、めちゃくちゃ綺麗。しかも人工芝でね、いい球場。そうですね、うん、うん、そこでね、はい、今日は袴田さんの10月10日に向けて始球式の練習、はい、今からやります、はいはい、いや、なんかこんな練習のためにこんないい球場を取ってくださってなかなかないよ。感動してますね、はい、ということで、うん、今の袴田さんの実力を知らなきゃいけないんで、はい、何もしないで一応じゃあ始球式投げてください。はい、はい、じゃあ今日は念願の始球式です。頑張ります。そうですね。ちょっとマウンドに入るのって人生でないんでちょっと緊張する。いただきます。あ、ボールがない。ボール。ボールがないです。あ、そうですね、それですね。プレーボール。全然届かない。全然届かない。すごい。え、これ飛ぶようになります？ます。え、心配。今のはひどいよ。高松さん。はい。ゴロです。はい。あれはダメです。ワンバンでもなかったですね。頑張んなきゃ。はい。ということでね、まずはボールの握り方です。はい。はい、どうやって握ってますか？こうです。あ、適当。ザ適当。だってフォークとかも投げられないし。いやいや。どういう？まず、はい、自分の方に、はい、C の字。はい、左の間、うん、なってるようにして、でここに指をこうかけます。はい、2本、はい、はい、C の方を C をこうですね、うんうん、で、こうこの指先がここにちゃんとつくように。指先がこの線。そうそうそう、はい、そしたら最後の最後までボールに力が伝わる、うん、あ、指がかかるっていうのはこういうことですね。そう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 、そういうことなんだ。はい、はい、でそれでじゃあ投げる、はい、フォーム、はいはい、まずじゃあ構えてください。はい、どう構えたらいいんですか。そうでいいよ。でそのまま投げる形入ってください。ゆっくり、そうそう、まず足上げた瞬間にフラフラしてるから、もうちょっとあの内のラインの親指の付け根に力入れて、はい、立った時、あ、そう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 、で、いいね、あ、さっきより力入ったかもしれないです。そうそう、で、じゃあキャッチボールしよう。まあ、あ、そう、まあ、近く近く近く、まあ、そこでそこでそこで、ノーパン届く範囲で、はい、いきます。うん、お、そう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 、なんかいいですね。え、ボールのボあれ変えただけで全然違います。力の入り方が、そうそうそう、今みたいな感じ。え、すごい。で、足のここ内に力入れて、おし、そう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 、え、2箇所に意識するだけで全然飛ぶ。左手、肩より下がらない。肩、うん、そう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 、で、こういう感じ。お、そう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 、そしたら内側に力が入るから。お、そう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 、で、それで出すじゃん。このグローブに右手が、グローブに右手がこういく感じ。そしたらまっすぐ投げるみたいな。おお、そう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 。ナイスボール。前に行った。今の、はい、今のイメージ。はい。わあ、すごい。で、じゃあもうちょっとあの黄色の線まで、黄色のポッチまで下がって。そう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 、ナイスボール。
どうぞ。おおナイスボール。めっちゃいい球じゃないですか。そう、今の今の今のだからもう気にすることは、はい、母子球から内もも、はい、でグラブを上げてちょっと中、はい、でここの上に投げる、もうそれだけだから。そうですね、うん、そしたらコントロール絶対ミスしないから。すごい。で本当のこうだからね。そう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 、オッケー。現状ナイスピーチ。いけ、僕じゃあやってよ、やってよ。ちょっと続いていくね。さあ、袴田さんの始球式が始まりました。そうですね。いや、これすごい今まで使ったことない筋肉使います。明日筋肉痛じゃないですか、ね、多分筋肉痛きます。あの、H、はい、H に向かって投げるつもりで。そう！うわあ！そう！うわあ！H だ！すごい！今の。だからそれを神宮に行った時に、そこの高さを見つけんのよ。はい。その後ろで。はい。だいたい多分あの放送席ぐらいやと思う。はい。もう一回もう一回。うわあ、今のできたら最高だな。おー、ナイス。おー、ナイス。やっぱ、これいいです。いいやろ。いい。真ん中に行く。こうやってやるの。すげえ。いいですじゃないんだよ。俺プロなのよ。でもすごくない？すごい。本当にすごくて。一瞬で。はい。だって気をつけることだって、握り方と、はい、あと母子球から内もも力入れてフラフラしないのと、はい、あと手こうやってやって、はい、でそこに投げて前に踏み込んでいくだけだから。はい。もうあのそれまず握り方を変えただけで力の入り方が全く違うんですよ、うんうん、でこうお腹に使えて入れるだけでもう飛ぶし、ちょっと安定するじゃん。でこうやってやると真ん中に行くし、うん、おーすごい。俺あれプロ野球大好き芸人じゃないからね。高松さんこれじゃあもう、はい、明日、はい、本番で、はい、もうだって正直よ、うん、高松さんためだけに球場を貸し切って始球式の練習する、はい、始球式投げる人いないからね。そうですよね、世の中に。そうですね、うん、これはもうノーバンで、うん、真ん中ぴったり投げ込みますよ、うん、ぜひ。はい、じゃあ、うん、できなかった場合は合図をおごりますね。合図、合図、合図。おお、はい、いいですか。おそれでいい、美味しいやつで。はい、美味しい。ハーゲンダッツが最上級なの。はい、ロッテのアイスしか知らんだけどな。出た出た。あ、ロッテがアイスクリームあんの？ないと思うんですよ。なあ、はい、あ、そうでしたっけ。あ、そうだったかな、うん、世界で一番おいしいアイスの会社ってロッテじゃないよ。ですしかロッテのソーとかね、はい、クーリッシュ。佐藤さんにお菓子の話するとちょっとめんどくさいんでやめますか。若松さん、はい、明日頑張ってくださいよ。頑張ります、はい、じゃあ最後、はい、一言、はい、明日の始球式絶対にノーバンでキャッチャーミットに入れてみせます。頑張るぞ。